今回塗装しようと思った理由を教えてください。この家築25年ぐらいになるんですけど、前回塗装してからも10年以上経ってまして、で南側の壁が剥がれてきたこと、それと屋根は全然メンテナンスをしてなかったので、だんだん色も変わってきて、苔も生えてきて、でもそろそろ限界かなと思って決心しました。お問い合わせいただいてからのですね、弊社の対応だったり、あとお家の調査もさせていただいたと思うんですけども、はい、その時の誘致の対応とかっていかがでしたか？中山コーティングさんは、実は近所の私の友達が中山コーティングさんで塗装していただいて、でその友達の紹介でお願いしたんです。すぐに来てくださって、でもその時すでにドローンを持って来てくれたんです、はい、ですごいスピーディーな対応だなと思って感心しました。お見積もり提出の時に、はい、ドローンを使った画像とか、はい、いろいろ多分見たと思うんですけど、はい、実際その画像とか見てみていかがでしたか？屋根の見えない部分っていうのが、屋根のその部分見てちょっとびっくりしました。そう、こんな状態だったんだなっていうの、はい、他社さんでもお見積もり取られたっていうことをお聞きしたんですけど、はい、他社さんですね、はい、対応とかっていかがでしたか？私3社から取ったんですけど、はい、やっぱり内容が一番良かったのが中山コーティングさんでした。はい、ありがとうございます。職人の対応とか、あと毎日の仕事ぶりっていうのはいかがでしたか？それぞれの分野の職人さん、皆さんとても丁寧でした。私普段仕事に行ってて見えないんですけど、家にいる時にちょっと一緒に作業を見せてもらったり質問させてもらったんですけど、素人にも分かるように説明してくださいましたし、一生懸命してくれてるのがよく分かりました。塗装以外に、まあ、屋根の吹き替えと外壁のなんか張り替えの工事も行ったんですけど、はい、その作業内容とかを見てて様子いかがでしたか？屋根吹き替えで瓦を外してガルバに変えました。その材料をクレーンで運んだんです、うん、屋根の上にいらっしゃるリーダーですかね、はい、大将リーダーさんと、はい、クレーンを運転している運転手さんの息がぴったりでね、うん、でゆっくり持ち上げてゆっくり下ろす、ガルバも揺れることがなく、材料が揺れることもなく運んでくれたんです、うん、本当に丁寧な慎重な作業してくれるな、くださるなと思って下からずっと見てました。あの光景は私の中に焼き付いています。はい、LINE とかでですね、ジムだったり、はい、あと井口だったりですね、はい、連絡とか報告相談いろいろやり取りさせていただいたと思うんですけれども、はい、やり取り実際いかがでしたか？帰ってきてまず作業日誌を見て、はい、今日の作業内容で明日の予定っていうのを見て、あ、今日はこういうことしてくれたんだなっていうので安心できまして、 LINE でその施工した写真を送ってくださったので、はい、目で見てすごい安心しました。ではですね、実際に施工完了したんですけれども、はい、仕上がりいかがでしょうか？自分が思ってた以上の出来上がりで満足しています。今回の施工ですね、全体的に見て、はい、対応とかですね、仕事ぶりいろいろ見ていただいて、はい、100点満点中何点くらいでしょうか？100点満点です。もし、はい、知り合いの方とかですね、職人の方とか、はい、ご近所さんとか、はい、また塗装考えてる方いらっしゃったらお勧めしていただけますか？もうすでに勧めています。 ありがとうございます。では最後にですね、はい、徳島県内で塗装だったり、はい、同じように張り替え工事しないとっていうことで、まあ、いろいろお考えの方もいらっしゃると思うんで、その方に向けて、はい、業者選ぶ際の注意点とかアドバイスとかお願いいたします。塗装とか、
屋根の吹き替えとかリフォームって大きな仕事と思うんです。大事な財産ですし、失敗したからまた やり直すっていうことってそんな簡単にできないと思うので、まずは内容かなと思うんです。中山コーティングさんを含めて複数の業者さんから見積もりを取ってみて、でそれぞれの業者さんから内容を聞いてもらったら、なんとなくそこで見えてくるんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。